疲れ様ですってことでね、本編の前に後撮りで動画入れてるんですけど、この動画実写の動画になってます。でこれからね、私実写の動画上げていこうかなみたいな気持ちはあるんですけど、みんなが見たいと思わなかったら出す意味ないんで、ぜひねこれからも実写動画見たいよって方は高評価押しといてください。よろしくお願いします。そして今回のね、電話番号バレに至った経緯をですね、軽くまとめました。こちらですね、はい、 Tinder がまずバレました。 Tinder バレですね。そして自撮りが流出となりますね。なので自らですね、 Tinder 解説で自撮りを公開しました。そしたらその動画で電話番号が流出しましたということでね、はい、とても愚かです。さあそれでは本編見てください、どうぞ。はい、こんにちはニアでーす。ってことでね、ついに電話番号も流出しました。バレましたね。もうね、残すところ顔だけですよ。メアドもバレてるし、で幼稚園、小学校、中学校、高校、大学の名前も全部バレてます。でしかも住所もバレてますね。はい、でもう残すところ顔だけなんで、今日はですね、顔いつ見られてもいいようにメイクしていこうと思います。はい、でちなみにこのメイク動画なんですけど、もうゴリゴリにね、もう陰キャパズドラたちにメイクの何たるかを教えるつもりで解説しながら動画出したんですけど、撮ったんですけど、あんま面白くなかったんで、音声カットです。はい、すいません。はい、でですね、まずは私の流出履歴見ましょう。こちらです。はい、最初に流出したのは多分メアドですね。これ配信中の課金の時の課金画面ね。でメアドが出ましたと。なんか逆かな？幼稚園、小学校、中学校、高校、大学も流出ですね。まあこれは配信中に私が自分で言っただけです。はい。まあ、幼稚園とかおもろいんすよ。幼稚園はおもろくないか。小学校か。小学校がおもろいんすよね。はい。小学校は、あれなんですよね。令和小学校になったんで、その話をしましたね。特にこれは印象深いですね。はい。そして住所バレですね。住所はこれ火事になったんですよね。私の住んでたところの隣、隣が。で、そこで火事になって、で、まあ、それを動画にしたら、結局火事ってね、検索したらすぐ出てくるから、まあ、普通にバレたと。で、まあ、ちなみにミヤドと住所はもうね、変えたんで大丈夫です。そして今回、電話番号流出ですね。ニュー。はい。これ、Tinder の動画ですね。もう一番頭悪そうですよ、これ。はい。ちなみに、このサムネのやつですね。昨日投稿した、恋人ゲット立ち回り、Tinder バレ VTuber、人生勝ち組にっつってね。はい。まあ、こちらで Tinder の解説動画を出してたらですね、ゼロから登録したんですよね、Tinder をね。そしたらですね、電話番号が映ってました。バカめ。はい。って感じになっております。ということですね。はい。まあ、なんか着々とメイクは進んでるんじゃないでしょうか。で、今日ですね、サムネにした自撮りも見せますね。こちらです。はい。いや、可愛いですね。これはメイド服と耳なんで、まさに私って感じですね。はい。まあ、メイドがパズドラ要素ね。で、耳が私要素で、まあ、パズドラ VTuber といえばね、まあ、メイド服と猫耳なんじゃないかな、みたいな感じですね。はい。パズドラ VTuber を最も表せてる自撮りだと思いますね。ちなみに昨日、サムネとかに使ったのはこれですね。はい。あ、これはただのメイド服ですね。うん。いいですね。かわいいです。はい。よし。さあ、ってことで、やっていきましょうね。あ、これはファンデーションです。はい。ファンデーションです。はいと。さあ、でやっていきましょうね。ファンデーションは、まあ、簡単に言うと、まあ、集会とかで一旦火薬花火してから、その上にね、列とか、列生成とかしていくみたいなの、火薬花火の部分ですね。一旦下に敷いてます。はい。火薬花火を敷いてるって感じですね。はいはい。パパパパってやって、はい、回復花火をしていくと。はい、はい、はい、回復花火しております。よしと。はい。さあ、ここからはね、メイクです。だいたい。あ、そうだそうだ。撮った動画あったんだった。こちらですね。あ、これはですね、眉毛です。はい、眉毛を描きます。今からね。はい、これ撮ったんですよ。昨日、バカみたいに電話かかってきてて、それをね、動画にしました。動画撮りました。まあ、大したあれじゃないですけど。はい、まあこんな感じですね。動画撮っただけです。結構すごかったですよ。ずーっと流ってたね。で、大体、非通知じゃなくて、普通に電話番号の、見えてる状態でかけてきてたんで、もしかしたら私にね、電話番号を流出してんのを教えてくれようとしたのかもしれないですね。電話番号漏れてますよっていうために電話してくれたのかもしれないですね。ちなみに一人出ましたね。私一人出ました。普通に。じゃ動画にしようかなと思って、出たんですけど、なんかいい人そうだったんでやめてあげました。はい、普通にちょっとかけてきた人を晒す動画にしようかと思ったんですけど、いい人そうだったんで、なんかあれだったら若かったね。若い大学生ぐらいかな、わかんないけど、いや若は大学生ぐらいの声は若いってわかんないから、高校生かな、学生かな、多分高校生ぐらいかな、中高生ぐらいの人に一人出ましたね、私電話ね。はい、喋りました、少しだけね。はい、でもかけてこないでくださいね、もう出ないですから。はい、あ、ってことで今眉毛描いてますね。あ、ちなみに、この眉毛描いてるやつで、後々ね、涙袋とか、あとなんか鼻の影とか描きます。はい。便利ですね。はいと。はい。でね、次ですね、アイラインを描きますよ、みたいな感じ出してますが、その前にですね、アイシャドウですね、やっていきます。はい、こちら反射してます。反射してます。お前、顔、
大丈夫それはお前。私確認しないからね。みんな確認しといてね。まあ、多分映ってないと思うけど、知らんけどね。私は動画チェックなんてしないので、みんながコメントで教えてください。多分してないと思いますけど。私はしません、動画チェックなんて。はい。ってことで、さあ、アイシャドウですね。していきましょう。はい。目の周り塗るやつですね。パンダ、パンダ。パンダです。一旦パンダ。一旦パンダです。はい。アイラインは、パズドラで言うと、まあ、エンハンスかな？エンハンス3倍ぐらいな感じですかね。はい。いや、そんな効果ないかな。まあ、エンハンスです。はい。まあ、ね、大丈夫です。まあ、わかんなかったら、彼女に作って聞いてください。よろしくお願いします。はい。さあ、あとはあれですね。コメント欄でね、女子ドラが補足すればいいですね。はい。よし。はい、アイシャドウ終わりました。では、本当にアイライン描いていきます。はい。エンハンスですね。だいたい3倍ぐらいのエンハンス。はい。さあ、アイラインです。はい。はいはい、描きましょうね。はい。はい、書いてますね、今ね。このさ、メイク動画で顔を映さないなんてあんま知らないんだけど、どうなんかな？存在してんのかな？ YouTube 上に。顔を映さないメイク動画。意味わかんないからな、これ、はっきり言って。はい。さあ、ってことで今、アイライン書いてますね。うん。静止画、ほぼ。はいと、OK です。まだ書いてます。書いてますね。うん、書いてますね。まだ書いてますね。ちなみに、この後おもろいです、ちゃんと。はい、書けました。よし。あ、グッド。はい、指すま1。OK。次です。さあ、次はですね、はい、あ、これですね。なんだろう、これ。はい、これは、はい、手に塗るやつですね。はい。開かない。開かないですね。開かないですね。はい、はい、はい、こんな感じでね。開けるときに失敗して、手に塗るやつです。はい。これで顔に塗ります。はい。よし、塗る。まあ、塗る。うん、まあまあまあ、よし。はい。OK です。書きましょうね。はい、OK。で、指すま1と。はい、OK です。さあ、で、次ですね。そろそろですね、お腹空いてくるんですよ。こんだけメイクやってるとね。なので、一旦眼球を焼きます。で、目玉焼きを作ります。お腹空いてきたんでね、そろそろ。はい。さあ、ってことで、火をね、眼球に直接つけると熱くて痛いんで、ちょっと火で炙ってから、ジュッとね、やって、これで眼球で目玉焼きを作りますと。で、塩コショウをかけます。はい。で、食べましょう。はい、OK ですね。はい、食べ足りなかったんで、もう一回と。よし。本当はちなみにこれは、まつげやってます。はい、本当はまつげやってます。眼球じゃないですね。まつげです。はい。はいと。はい、頑張ってますね。食べてないです。まつげやってます。食べてないです。まつげやってます。はい、ああ、食べ足りないから、ちょっとお腹すいたから、もう一回やると。はい。OK ですね。よし。さあ、ライター気をつけないと、これ服燃えそうですね、これね。はい。気をつけましょうね。はい、OK です。あ、指すま1。はい。ってことで次ですね。さあ、ってことで続いてはですね、マスカラやっていきましょう。ない場合はですね、まあカラオケ店とかにあるマラカスとかでも OK ですね。あとは、あの、ブドウのね、まあブドウじゃ言うときついんですけど、ブドウの緑バージョンのやつね、あの、マラスカットとかでもまあギリギリいけるかなって感じになっております。まあ結構きつめの内容ですけどね、マスカットに関しては。マラカスは、まあ、結構ね、ほぼ同じぐらいの性能してるんで、いけます。はい、シャカシャカしてくださいね。はい。で、はい、マスカラをやっていくということですね。はい。さあ、でね、ちょっとね、これね、マスカラ手間取ってるんで、少しですね、カットします。終わった？あ、終わったわ。あれ？終わったっけ？あ、終わったわ。あ、カットしなくてよかったわ。はい。さあ、で、次ですね。次は何ですか？見えないですね。はい。これは、何やってんだろう。やってるとしたら、これは、アイシャドウを塗ってるかも、唇に。唇にアイシャドウを塗って、で、唇の上をね、ピンクにしてる説がありますね。はい。さあ。で、次です。はい。続いて、眉毛ですね。はい。さあ。はい。ということで、あ、これ眉毛のやつね。眉毛じゃないですよ。眉毛のやつで、鼻をね、細く見せるために影を描いております。はい。鼻に影をつけて、はい。と。よし、細く見せております。まあ、ボルデモートはやらないですね。鼻ないんで。はい。鼻がある人間は、鼻を細く見せるために影を描くって感じになってます。はい。さあ、まあ、大まかに大きな筆で描いて、いきます。はいと。よし。はいと。はい、OK です。さあ、影はね、何張ってもいいですからね。よし。さあ。よし。で、細いやつで微調整みたいなね。はい、OK です。はいはいはい。はい、オッケー。さあ。さささ。よし。ということで、なんか手間取ってますね。
探してますか？なんかもしかして。大丈夫ですか？ありそうですか？探してますね。あれ？あ、出てきた。はい。はい、こちらですね。はい。あ、これアイシャドウですね。はい。これアイシャドウを、ここさっき言ったやつですね。唇の上に乗せていきます。はい。さあ、唇のね、このね、上の方をですね、ちょっとね、ピンク色にすると、ちょっと可愛くなるんですね。はい。さあ。ってことでできましたと。よし、上唇の頂点ね、をピンクにしましたと。いうことで、はい。ってことで、はい、離席します。because、リップなかったから。はい、リップ取ります。リップ。はい、あ、ちょっと、ほら、撮ってんだよ、動画。あ、入ってきた、入ってきた。はい。あ、ちょ、足が。ちょっと、足が。はい。OK ですね。あー、ちょっと、足怪我してんのも悪い。あーらー、ちょ。はい。あ、どうもです。はい、あ、大丈夫です。さあ、はい。さあ、リップとかですね。やっていきましょう。はい。さあ、もう大詰めですよ、メイクもね。もう大体、もうここぐらいまで来れば大丈夫ですね、最悪。顔バレしても。はい。さあ。では、塗っていきます。はい。さあ、はい。はい、ちょ。よし。はい。次これ。さあ、次これ。OK です。さあ、行きます。はい、と。はい、OK。よし。で、はい、ラストこれ。よし。さあ、これで、これ塗って、これでおしまいかな。はい、OK と。さあ、ではね、最後にラメ入れていきましょう。はい、目頭とね、涙袋にラメを入れて、ちょっときらめきゃさせて、これでね、はい、仕上げで完成ですね。はい、ラメります。はいと。よし、できた？まだ？はい。さあ、ラメですね。ということで、そろそろできた？まだ？はい、まだです。そろそろできた？あ、できたっぽいですね。ついにこれで完成でございます。ということで、顔を見せないメイク動画、これでおしまいです。はい。よかったらね、高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。